閉じていくプレス。はい。じゃじゃーん。おー。はい、どうも、ラグチャンネルです。ということで、今回はこちら。じゃーん。ダイソーからホットサンドメーカーに続いて、今度はワッフルメーカーが登場しましたので、こちらをレビューしていきたいと思います。形はですね、ほとんどホットサンドメーカーと同じような形になっておりまして、値段の方は税込み1100円となっております。今回はですね、こいつを使ってワッフルも作っていくんですけども、甘いもの以外で肉とかね、あとはホットサンドもこれで挟んでみたらどうなるのかっていうのもやってみたいと思います。ということで、やっていきましょう。本来100円ショップのはずなんですけどね、どんどん私の財布をゴリゴリ削っていってますね。はい、じゃ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 ーん。おー、なんか、ごつくてかっこよくない？ほい。おー。お菓子を作る器具なんだけど、なんかごついね。この渋みもね、カパカパしてなくて、スーって感じ。で、ここは着脱式ではないですね。じゃん。こちらがモンターナのホットサンドメーカーなんですけど、並べるとこんな感じですね。厚さはこんな感じでだいたい一緒ですね。大きさはほとんど普通のホットサンドメーカーと同じですね。重量とかはちょっと重い気がするかも。ホットサンドメーカーが 377g かな。ワッフルメーカーが 405g ということで、ちょっとだけ重いんだね。使い方は裏に書いてはあるんですけども、生地を入れる、本体を閉じて焼く、ワッフルを取り出すっていうことしか書いてないので、具体的にこれをこうするとうまくいくよっていうことは書いてないですね。ってことで、じゃあね、小手調べにワッフルをね、焼いていこうかと思います。で、まずですね、油は少し引いた方がいいみたいなんで、ちょっとだけ塗っていきますか。少しでいいと思う。生地作ってきましたんで、やっていきたいと思います。生地は膨らむので入れすぎには注意してくださいっていうことみたいです。ほんの少しだけ温めようかと思います。火力はあんまり強くなくていいみたいですね。すでに結構熱いですね。よし、いけ。こんなもんでいいかな。もう閉じていく。あ、少ない。あ、少ないわ。全然少ないわ。あれ、凍れそうになってない？あれ、あ、ちょ、こぼれる。え、どうすればいいの？これはちょっと入れすぎっぽいですね。片面3分でひっくり返して2分焼くらしい。すげえいい匂いする。そろそろいいでしょう。じゃじゃん。おー、めちゃめちゃよく焼けてんじゃん。え、どんな感じ？あ、ふわふわだ。すごい。普通のホットケーキで、普通の分量でミックスは作ったんですけど、そんな感じだとすげえふわふわです。これは絶対うまいっしょ。味はホットケーキだね、普通の。ごちそうさまでした。じゃあ次は、普通に食パンでホットサンド作ろうと思ったらどうなるのかっていうのを試してみたいと思います。一応8枚切りの一番薄いやつにしました。かなり薄いやつです。いけんじゃないか、これなら。なんだかんだ言って、これが一番うまかったりするよね。ほい。で、食パン。いきます。プレス。おほほ。いける。おー、いったわ。ちょっとはみ出てるけど、これうまくいったらめちゃめちゃうまいんじゃないか。湯気が出てきてめちゃめちゃいい匂いがしてる。いきます、オープン。おー、いいね。うわ、すごい。なんかランチパックみたいになってる。裏こんな感じ。ここがピッきっちりくっついてて、で、真ん中が押しつぶされてる感じですね。こりゃ面白いね。このままちぎってみますね。いきます。じゃ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 ーん。いただきます。うまっ。普通よりこの辺がやっぱりちょっと硬くて、で、香ばしい感じがする。中の具材とかはボコボコにはなってないですね。これはたまたまなのかもしれないけど、溶け出したチーズがパンの耳にくっついてカリカリになってて、これがね、めっちゃうまいわ。では最後にこちら、じゃーん、サイコロステーキ。最近ね、YouTube のショート動画とかで流行っているサイコロステーキをワッフルメーカーで挟んでみたっていうやつ。あれをね、やってみたいと思います。どうなるかはある程度は分かっているんですけどね。着火。ほい。できれば力
角いやつが作りたいよね。はい。油がすごい出てくる。反対側もめちゃめちゃ出てる。よし、もういいでしょう。いきます、オープン。じゃじゃーん。なんかあんまり美味しそうじゃない。見た目はちょっと大豆ミートみたいな見た目ですね。肉もっと詰めれば、まあ綺麗な四角で美味しそうだったかもしれないけど、なんだろうこの感じ。マキシマム、いただきます。うまっ。うわ、肉肉しくてうまい。歯でこうむしーってこうちぎるような感じの、いい感じの硬さの肉。味はすごくいい。ラスト。うん、うまい。ただ油すごい。あと見た目も悪い。はい、ということで今回はダイソーのワッフルメーカーのご紹介でした。ホットサンドメーカー同様にですね、食パンも焼けるし、肉も焼けるし、まあ何でも焼けると思います。気になった方はね、ぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上になります。参考になった、面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということでここまでご視聴ありがとうございました。ラグチャンネルのラグさんでした。それではまた、バイバイ。